神戸臨港線と和田岬線神戸港駅とは、かつて、兵庫県神戸市中央区小野浜町ににあった、日本貨物鉄道の貨物駅である。東海道本線貨物支線の終点であった。日本国有鉄道から JR にかけて、神戸市、特に神戸港の貨物取扱いの中心であったが、2003年12月1日に廃止された。 1924年から1940年頃まで行われていた旅客輸送はボートトレインを参照。末期には2面のコンテナホーム、3本の二役線、その他し分け線、留置線が数本あった。また1982年12月に改築された2台目の3階建ての駅舎があった。1980年頃まで進行特定にあった三井倉庫。 渋沢倉庫、三菱倉庫など倉庫へ専用線や構内側線が付設され、有害者が乗り入れ貨物輸送を行っていた。このうち、三菱倉庫専用線では、隣駅の港川駅が廃止になったことにより1985年から爆破輸送を引き継ぎ、1986年11月1日に廃止になるまで、岡山工場の周辺にある万富駅や、 広島工場がある、東広島駅に専用線が接続する、キリンビール工場へ爆画を発送していた。また、現在、ハット神戸と呼ばれている場所にあった、川崎製鉄阪神製造所や神戸製鋼所、神戸製鉄所への専用線があった。 川崎製鉄専用線は1970年代まで、神戸製鋼所専用線は1986年まで、鉄鋼製品などを輸送するために使用された。なお、神戸製鋼所専用線の一部は1972年に、マヤ不等駅までの国鉄線の一部となり、残部は、マヤ不等駅分岐扱いになっている。神戸市中央区地区の高所ビルから、 震災後ヶ月後の1995年6月2日に旧 JR 貨物神戸港駅を望む。画像中央の線路に挟まれた3階建ての薄汚れた細長い白色ビルが当時の駅舎でコンテナホームは画像の下部に隠れている。中央下部の阪神高速3号神戸線は震災後に耐震化工事で取り壊されたために途切れている。神戸市の震災サイト 阪神・淡路大震災1.17の記録より、神戸港に船舶との貨物接続輸送を行うために1907年に当駅が開設された。当時の名称は小野浜駅であった。1924年に開設された新港第4都定の神戸港駅を1939年に当駅へ統合し、当駅を神戸港駅に改称した。 1981年に、麻薬島駅や神戸駅前にあった港川駅から、コンテナ取扱業務を集約し、島駅でコンテナ貨物の取扱いを本格的に開始、一部構内側線を撤去し、コンテナホームが拡張された。その後、神戸市の阪神、淡路大震災復興事業の一環として、再開発されることになり、2003年に廃止され、駅業務は、 山陽本線上に新設された神戸貨物ターミナル駅に移管された。神戸港駅の廃止、業務移管の構想自体は国鉄民営化の一環で生じたものであって、阪神・淡路大震災以前から存在していたが、神戸市が跡地を再開発する上で震災後復興事業に位置づけたものである。神戸港駅跡地は震災後の復旧事業の一環として、 跡地には2010年1月17日に神戸震災復興記念公園がオープンした。駅廃止から公園整備まで7年を要したのは跡地の土壌が鉛などで汚染されていることが判明し、公園建設前に土壌の入れ替え作業が必要となったためである。なお、阪神・淡路大震災前には跡地にドーム球場を建設し、 オリックスブルーウェーブの本拠地とする計画もあった。三宮に近い場所に球場ができることが、オリックスの神戸移転の条件であったようだが、建設計画時に JR 貨物側が、賃貸借契約、オリックス側が買収で意見が割れ飛んだ、近鉄バファローズとの合併を機に、宮内義彦オーナーにより、大阪ドームがホーム試合開催地に選択される、原因となった。 ありがとうございます。